吉田トンのいいフットボール。はい、こんばん、トンです。吉田トンです。よろしくお願いします。というわけでですね、今日はですね、シャビエルなんですとプジョルを手に入れたので、その選手たちをスカットに入れて使っていきたいと思います。よろしくお願いします。トン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 。はい、というわけでね、昨日来たガチャでですね、僕が待望していた、シャビ選手、そしてプジョル選手、私吉田トンね、サッカーを好きになったきっかけはこのバルセロナの黄金時代、シャビ、プジョル、そしてここにいる、ね、イニエスタとかがね活躍してたあの時代に、バルサのサッカーを見てね、サッカーが好きになり始めたというか、ついにその選手がね揃ってね、使えるということで、もうテンションが上がっておりますので、早速使っていきたいんですが、その前に前回の動画でいただいたコメントの方を読ませていただきたいと思います。よろしくお願いします。では行ってみましょう。コメントスタート。はい、というわけでね、早速最初のコメントから行ってみましょう。まず最初、サクランスちゃん、オフザボールの動きがいいのに決定力不足すぎる。悲しいね。いや、そうなのよ。インザーギはね、マジで、その、新しい育成もちょっとやってみたんですけど、やっぱ、他をね、やっぱ使用感とかオフェンスとか上げたい代わりに、やっぱ、決定力をね、ちょっとどうしても下げてしまうから、本当にね、本当に使うとしたら、やっぱスパサブつけて決定力ぐん上げかなってね、思っておりますんで、スパサブがね、出たら、もうちょっと復活させたいなと思ってますので、よろしくお願いします。どんどん行きましょう。続きまして、初の黒玉ドログバちゃん。インザーギの数値、こう見たら弱いですね。決定力無理、苦肉の策ですね。っていうか、ヤスーちゃんのコメントがぶっ飛びすぎて爆笑しました。そこかい。あのザンギエフ派ですのやつね。ね、結局ね、なんかそれのアンサーが来てますんでね、ちょっと読んでいきますね。ヤスーちゃん、ザンギの勝ちですね。やかましいわ。なんなんだよ、このコメント軍団。ねえ、インザーギー負けちゃいましたけどね、いつかスパサブつけてね、勝っていきたいと思います。よろしくお願いします。どんどん行きましょう。続きまして、イクシーちゃん、3度目のポシュ動画、ありがとうございました。いや、違うだろ。待って待って。ポシュの、一番最初の炎上は、無課金ね。お金をかける、GP で取ってる選手で、課金してる人が罵倒したから炎上したわけで、今回のインザーギはちゃんとお金払って手に入れてダメだったっていうから、絶対炎上にならないから。大丈夫。大丈夫だからね。はい、というわけで、どんどん行きましょう。続きまして、たくやちゃん。僕ね、トンはね、ドンザーギじゃなくてね、デヨングを活躍させたよ。日村さんのモノマネシリーズからコメントパクらせていただきました。ドンザーギ、あれ何を言うてんの。ただ急に日村さんのやつね、ね、まさかのね、デヨングの方が活躍、結局ね強いんだよね、デヨングもね。でもインザーギみんな、インザーギ、結局トンザーギみんな大好きだね。はい、というわけで最後いきましょう。最後、ツーミューちゃん、8分20秒。うわぁ、ダメだ、あいつ決めねえ。なんか、アニメみたいに聞こえて、声優さんもできるのでは、と思いました。ほんとかよ。ほんとかよ。でもね、ここだけの話、僕ね、そういうタレントを育成する専門学校みたいなとこね、通ったんですけど、そこでね、結構アフレコの授業とかもやったことあるんで、意外ともしかしたら才能っていうか技術、ちょっとあったかも。知れないんでね、そういう仕事もし、ありましたら誰か視聴者の方ください。お願いします。はい。というわけでね、コメントの方、ありがとうございます。では本編の方行ってみましょう。スタート。はい。というわけでね、早速ですけどね、シャビとプジョルを使ってね、もうちょっとね、やっぱバルサを意識してきましたんで、チームも普段トッテナムですけどね、バルサに変えてきましたということで、まず見ていきましょう、動力ね。シャビです。タルトポイントこう振りました。パス4、ドリブル11、クイックネス7、脚力14、ディフェンスが1ということでね。まずディフェンス1振るとね、ディフェンスの方が全部70以上伸びるっていうのとね。で、これポイントとしてはね、やっぱ、ボールコントロール、ボールキープ、100乗っけてしまいました。これがね、かなりこねれます、これで。ほんでもってさ、ビジョナリーパスついて、グランダーパスも94まで上げてるんで、バシバシね、こうパスを通していきたいなっていうね。そしてプジョル。
ポジを食べてもらうとこちらです。ドリブル3、クイックネス2、脚力12、エアバト6、ディフェンスセンス9ということでね、こちらこれね、ディフェンス能力がもうめちゃくちゃ全部95以上乗ってます。そしてスピードがねちょっとね、あんだけ振ってもやっぱ85までしかいかないけど、そこはまあなんとかディフェンスセンスとかでカバーということでね、ちょっとライブ配信で使ったんですけど、結構ねやっぱポジショニングっていうか、そのなんかそのディフェンスの動きがいいというかね、そのポジショニングがいいんで、やっぱあのカットしてくれたりとかブロックしてくれたりとかね、その AI がとても賢い選手かなっていう印象なんでね、それも今日見せていけたらなと思いますんでね。そしてですね、今日はですね、楽しみということで、シャビとこちらイニエスタ使って、ここでねこの黄金コンビ、黄金ここね本当はブスケツいればよかったんですけど、ちょっといないんで、黄金コンビこの2人でね、ここの3人を生かしてね、いけたらいいなと思いますんでね、ちょっと活躍させていきたいなと思います。よろしくお願いします。では試合の方行ってみましょう。スタート。はい、というわけでマッチングしましたということで、おにぎりおにぎりかなこれチーム名ね、よろしくお願いしますということでね、ちょっとじゃあ見ていきましょうかね。調子を見ていきましょう。ゾンプジョルが絶好調で頑張ってほしいね。はい、というわけでね、プジョル絶好調ということで、シャビはまあ普通ですけどね、ここ生かしてね、結構ねスタミナも97あるで持つかなってね。あとでなんかね、まあ情報によると、なんかこういうやっぱシャビみたいな選手はポゼッションでね大活躍するということでね、しっかり生かせていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。あとねコレア連れてきました。一応メッシもいるんだけど、あでもこれディフェンスコンビで行く？ディフェンスチームで。そうだね、全員ディフェンス上手い選手で行くか。はい、というわけで試合の方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはねしっかりね、守備もしてから、相手からね、はいこれ、あ取れなかった、いいよ。さあプジョル、ここ対人の強さ見せていきたい。ここシャビしっかり取ります。シャビもねそこそこ守備してくれば、あごめんなさい、いい。さあここはしっかりファールね。さあシャビのビジョナリーパスから、やっぱビジョナリーパス受けた時のこのシュートの火力の上がり具合がねえげつないなっていうところですけどね。さあ、あ惜しい、シャビ取れるよ。おい、いいパスだね、ビジョナリーからの。やっぱビジョナリーからワンタッチプレーがすごい強い。さあここ守備大事よ。さあプジョル戻ってきて、はい、いい守備。鉄壁だね、これね。おい、いいよ。さあ、こチャンス。オッケー。いいね、いいね、いいね。いい形。これ逆にさ、ビジョナリーシャビでもいいのかな？シャビから、この、誰か決定力高い選手に、フリットでやってみるか。やば。はマジビジョナリー強くない今の。さあはいというわけで、まあ、前半 2-0 ということで、まあプジョルのおかげは分かんないけど0失点、そしてシャビ1アシストということでね、とんてつもないフリーキックが出ましたけど、あれは強かったね、さすがにね。さあ、ここしっかりね。相手もでもちょっと攻めざるを得ないから。さあ、ここプジョル。いいよ。プジョルがカバーしてるからあっちに出すしかないと。さあ、ここシャビ。いや、シャビ！スピードもね、88まで上げてんのよ。大丈夫よ。いいね、いい守備。いいよ。そう、適当に出してもそこまで飛んでく。うん、惜しい。
そこプジョルの強さ見せたい。プジョルしっかりこうカバーしてると、プジョルで。ナイス。その後最悪あ、ナイス。いや、取ってくれるね。マジで足伸ばしてくれる。それやっぱディフェンスセンスの力なのかな。オッケー、ここもプジョル。さあ行きましょう。さあこうプジョル下げとけば大丈夫。もうないべ、なすすべ。中にプジョルいるから大丈夫。オッケーオッケー。持っても持ってもしっかり守備。いいよプジョル。いや強いね本当に。ここもプジョルよ。オッケー。ここもプジョル。マジで強いな。さあプジョル。ああ。さあプジョル。素晴らしい。はい、というわけでね、もうシャビもアシストしましたけど。ちょっとプジョルが強すぎるね。マジで対人強いね。え、これ育成大正解。マジでいいんじゃないでしょうか。皆さんね、ちょっとプロジョルの動きね、ピックアップしてね、編集したいと思いますので、皆さん確認してみてください。というわけで、皆さんもシャビとプジョルいかがだったでしょうか。獲得してみてはどうでしょうか。今日の動画以上になります。おっさんでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。